はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです。小学校受験面接。年長の4月、今やらなくてもいいこと、保護者様編です。それでは、西荻フレンドリースクール願書面接担当の今野伸介先生、よろしくお願いします。はい、どうも、こんにちは。はい、前回のね、YouTube では、これと似たようなものがあったんですけど、子供編だったんですね。面接の、練習を、ね、今からやるにしても、やらなくてもいいこともありますよと。で、今回はこれの保護者バージョンです。今のタイミングですと、面接って考えても、何言っていいかわからないし、何から手をつけていいかわからないと思うんですね。で、この状態って多分、人によっては、5月、6月、7月と続いて8月になってから、いよいよ、ああ、いや、来週、再来週だって言って、あたふたしちゃうこともあると思うんですね。で、なので、このタイミングは、早いかもしれませんが、第一歩踏み出すにはいいタイミングじゃないかなと思うんです。そうですね。学校説明会が本格化するちょっと前のタイミングですよね。そう、そうね、4月っていうので、結構、こういうふうな動画撮るんだったら、もうちょっと2月、1月とかだったらね、もっといろいろ、まだ集めなくていいよって言うけど、4月って聞くと、ちょっとね、迫ってきたなとちょっと思ってきちゃって、やらなくてもいいというよりも、まだできないかなっていうところになっていくかなと思うんですけど、願書面接の完成形を保護者のバージョンで求めるのは、ちょっと、まだ無理かなと、もうやらなくていいっていうよりもまだできないかなっていうところかな、もうやっぱもう僕も今この動画を撮りつつも4月って言ったらちょっともうちょっとじゃないとか思っちゃったんで、やってもしょうがないことが多いですよね。だからその今松浦先生も言ってたようなその学校説明会とか本格化してくるっていうところで、いろいろとこう新規の新しい今年度の情報が出てきたりとか、あと子ども自身もやっぱりいろいろな経験を持ってその受験が始まるまでにだんだん成長していくので、子供の様子なんかを書くときでも全然変わってきちゃうかもしれない。言いたいこと書きたいこと変わりますよね、きっとね。なので、今完成を目指すというのはやらなくてもいいかなと、ただどんなものを書こうかどんなことを喋ろうかっていうところについてはだんだんとまとめ出した方がいいかなとは思いますね。でまとめるにあたってはやっぱり情報収集がすごく大事になってくるので、どういうものを使って情報収集していくかっていうところをしっかり考えていった方がいいかなという思う時期ですね、今は。はい、そうですね。あとはこの面接のそのしゃべりというかそういった内容の部分ではどんなこと気をつけられますかね。しゃべりというのはその話し方的な。話し方としても、保護者であればもう大人なので、一般的な失礼のない話し方をすれば、一般的にそれでいいと思うんですけれど、長くなりすぎないとか、そういう感じか。僕なんかがよく面接で言ってるのは、長くなる分には全然構わないと、あとはカットすればいい。練習の段階でね。だから思いの丈があるのであれば、その思ってることをとりあえず全部まとめて喋ってみて、ちょっとこれいらないよねとか、これちょっと多すぎだよね、でまたもしくはこれちょっと違くないっていうところはカットしていく。だから内部の方に面接の練習で伝えるときには、まずは思ったことを思うだけ喋ってみてくださいと。それって子供とも共通点あるってことですね。じゃあ今の時期はまとめるのではなく、もう出せるだけ自分の思いを出しておこう、思ったもの喋ってみてって言って、素材出してないけどね、思ったこと喋って、ちょっとそれはいらないかなとか、ちょっと今のだと学校の内容に沿って喋るのであればこれが足りない、で願書を見ながら当然、直前だけどやったりするから、願書でちょっとこの内容と喋ってる内容がちょっと違うかなとか、もしくはもっとこっちに寄せてみようとか、いろいろと。でそこをやってるうちに願書まで完成しなければ、願書の方に手が入ったりとかもね、したりするので、だから今は本当に出せる入る情報は入れて、出せるものはとりあえず出して、でもし願書も書くのであれば、一回書くのは全然構わないと思うので。で願書を書きながら、面接なんかでもよく聞かれる家庭の教育方針、これは多分変わることはあんまりないと思うので、家庭の教育方針についてはまとめてみてもいいかもしれない。で願書を書くときには、家庭の教育方針を書いて、その教育方針をの中でどうやって子供を今現在育てて、でこういうふうな結果に今なってますっていう、その中で家庭の教育方針どれを使うかって。いうのもあるので、現在今書いてもらった方もいるんですけど、結構長め絶対願書では使えないなと思うけど、僕からしてみたらネタ取りと要素出しですごい使えるから、そういうのを意識して願書面接に今のうちは取り組んでいった方がいいんじゃないかな。だから完成形を目指して、これをなんとかしてもう出せる状態にしなきゃは多分まだできないと思うので、まだあれですよね、そのさっきしんさんが言った軽くでも一回書いてみたらって言ったのは、文字のボリューム感も分かりますもんね。そう、願書書くときに、例えば横の線が引いてあったり、もしくは真っ白なところに好きなように書いてっていういろんなパターンあると思うんですけど、大体何文字って僕計算するときにはまず1行書いてもらって、それかけるいくつとか、なるほどね、そうそうそう、そういうので大体この人が何文字かなっていうのが分かるので、まず1行書いてみて、自分が1行にどれだけ入るか、大体36からすごいちっちゃくて40文字ぐらい、まあ紙のサイズで見えるけどね、まあでも大体そんなもんかなって思うので、それに合わせてちょっと書いてみたりとか、自分のどれだけ書けるかっていう。はい、そうそう、まあそんな感じかな、あとはもうだんだん学校説明会が終わって、もうこれを願書に書こうって思ったのであれば、それを願書に取り入れていく、面接でしゃべる時でもその内容をしゃべる、やっぱり面接の一番の、肝は学校理解をしっかりと伝えることと、なのでそこがないと。学校側としてはどこがうちに良かったのになっちゃうから、そのためにも学校の説明会ってのは特に大事なので、そのネタを、まあ、忘れないためにも願書に書いてみてもいいしね、メモに取っておいてこれを喋ろうっていう取っとくとか、そんな感じかな。そうですね、はい、ありがとうございます。ちょっとこの流れでね、面接特訓のお話も少ししようかなと思ってるんですけれども、フレンドリスクでの面接特訓、この早い時期もね、すでに実施しているんですけれども、今後どういう準備をしたらいいかということのアドバイスもできますからね、利用されるとそのあたりもうまく使えるかなと思います。そう、まあ僕は最近はその子どものね、なんだろう、面接に対するこうモチベーションを上げようっていうところに結構意識を置いてやるようになるべくしてて、今のうちから苦手意識を持ってほしくない。そうですね、面接に対して、もう本当に去年一昨年まで直前の子たちが本当に多い中で、苦手意識をすごい持ってる子がいっぱいいて、間違えることが怖いっていうね。そう、間違えたらどうしよう、これ言ったら違うんじゃないかながものすごいなんていうか感じるので、それがすごい妨げになるというか、成長が。だからなるべく苦手意識を持ってほしくないんで、僕はもう子どものモチベーションとテンションをなるべく上げるようなやり方に意識して、今はね、早期の面接は取り組んでます。はい、ありがとうございます。同じく面接関係です。心斎橋で行う面接特訓大阪心斎橋バージョンですね。2023年4月9日、いよいよね、間もなくとなりましたが、現在も受付をしております。ちょっとこれ収録が3月の終わりだったので、今予約状況どうなってるかね、わかりませんけれども、現時点、収録時点では、現在残り2枠となっております。2時55分からと、16時5分からの枠が空いております。こちら先着順となっておりますので、ご興味ある方はお早めにどうぞ。ぜひぜひね、皆さんとお会いしたいんですよね。はい、こちらね、受講特典として、受けていただくと、次回ね、もう一回オンラインなどで練習される際に2000円割引になりますよっていうのと、あと、会場に願書の下書き持ってきていただければね、通常3300円なんですけど、願書添削の願書診断か、というのを1項分、無料でご利用いただけますということで、こんな感じだけどどうでしょうみたいな感じでね。そしたらしんさんがその書簡を見ますのでね、ご活用してみてください。ぜひぜひ。はい。詳細はこちらの YouTube の概要欄だったり、この QR コードね、チェックしていただければと思います。お申し込みはメールでも、お問い合わせフォームでも、電話でも大丈夫です。では、その他のお知らせいきたいと思います。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。そうだ、さっき打ち合わせの時、しんさん言おうとしたこと忘れてるじゃないですか。ほら、どうしてフレンドリススクールのこの YouTube で、個別の学校の話あんまりしないのっていうね。そうですね。なんだろう。学校の内情について僕たち結構よく知ってて、いろいろ喋りたいなと思うんですけど、話せることは実はいっぱいあるんですよ。まあ正規は別だけどね、あそこはもう僕のもう毎年変わらないことを喋ってるから。だけど他の学校については、僕は毎年学校ってそのトレンドがあると思ってて、ここにこう重点を置いて今年は教えますとか、もうこういうことを大事にしますとか、なのでちょっと学校によって毎年こうやっぱりこうちょっとずつ変わってきたりするので、なんかそれをなんか喋っちゃう、例えば来年聞いたりとかした時に全然違う内容だったりしちゃったら嫌だなと思うので、そうだから面接に来た方だけとか、願書を添削をやった方だけに実際僕は電話でよくインタビューしながら話すので、願書に関してもその時にいろいろとこう今の学校のトレンドをお伝えしたりとか、こういうのが今学校頑張ってますよとか、こういうふうに言ったらもっといいと思いますよみたいなことは現場で会った人にだけ伝えるようにしてるので、旬の情報をお届けしますということですね。頻度がありますからね。はい、ちょっと補足でした。ごめんなさい。体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスはご覧の通り。フレンドリースクールでは引き続き小学校受験をはじめとして様々なテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問大歓迎です。YouTube へのコメント、メール、Twitter への DM なんでも OK です。よろしければチャンネル登録、高評価もぜひぜひお願いいたします。はい、本日も最後までありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。